薄木市は大分県の東海岸に位置するし、国宝の薄木石仏や醤油の製造で有名。近年では城下町の街並みでも知られるようになった。薄木市中心部周辺の空中写真。2018年4月22日撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。東部は、文後水道に面しており、北を、佐賀の関半島、南を長木半島に囲まれた薄木湾に沿って広がる。薄木湾に注ぐ薄木川の川口周辺の平野部に、市街地が形成されている。薄木湾には、黒島、津久美島等が浮かぶ。内陸部は、北部がなだらかな丘陵、南部が、標高500メートルから600メートルの山地となっている。 全域が明治からの大技を用いている。平成の大合併前に、野津町であった地域は、大技の前に、野津町を冠する。薄塚古墳の入り口に立っている、石の武人像が、薄と蝶の形に似ており、昔から、薄木根様と呼ばれ、親しまれてきたことから、薄木の地名となったと言われる。農業、漁業といった第一次産業と、造船業、醤油、 味噌などの醸造業が盛んである。経済的には大分都市圏に属し、大分市との関係が深い。衆議院小選挙区選挙では大分2区に属する。直近の第47回衆議院議員総選挙での選出議員は以下の通り、大分県議会議員選挙では本市で一つの選挙区を成す。定数は二人。直近の 第18回統一地方選挙での選出議員は以下の通り、高等学校かつて存在した、高等学校中学校休校中の学校は除く、小学校休校中の学校は除く、私立特別支援学校宇和島運輸フェリー薄木港94オレンジフェリー中心駅は薄木駅。一般路線バスかつては JR 九州バスが薄木駅三重町駅間に、 ウス3線の路線バスを運行していたが、2007年3月31日をもって廃止され、路線は大分バスグループに譲渡された。高速バス上記1路線のみ。かつては、福岡市と薄木市を結ぶ以下の高速バスが運行されたことがあったが、現在は運行しておらず、県外と薄木市を結ぶ高速バス路線は現在ない。高速道路。 一般国道主要地報道一般県道薄木まがい、普通薄木上市跡に大座歴史の道旧屋の大倉。ありがとうございます。